皆さんこんばんは。今話題の不思議な気泡ネイルがなんと100均で買えるたった2つの材料だけで作ってしまいましたよまずセリアのアイシングジェルを囲みミラーをするときみたいに気泡を作りたい部分にジェルが流れないようにね囲みます。そしてセリアのアイシングジェルを適量のせます。そしてこのダイソーで買った注入器で空気を入れていきますが、入れすぎ注意、3個ぐらいにしといた方がいい。欲張ってね、どん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 入れていってますが、横から見たらちょっとブサイブな形になります。それでもええ夢だったらもういっぱい入れてくださいそして十分硬化させて、またアイシングジェルでキャンサーなどを埋めてね、表面を滑らかにします。なだらか、滑らか、結構膨らんでますけど、ぶどうみたいねそしてもう一つの作り方もご紹介したいと思います。アーモンド型のチップフォーム使いますよ。この日気温が高くて泡が作りにくかったです。そういう時は冷蔵庫に数分入れといたらジェルが少し硬くなって泡も作りやすくなりますよ。気泡がなかなかできなくて手こずってますまた大きな気泡ができてしまいましたわこのやり方の場合は小さな気泡を3つぐらいでいいと思いますよ。このまま爪の上に乗せるのでそんなに盛り上がったりしませんが、気泡の形は多少いびつになりますね。そーっと乗せてライトに入れます。横から見たらこんな感じ、まあまあマシでしょ。硬化できたらアイシングジェルで段差を埋めて形を整えたら出来上がりです。ぜひ試してみてくださいね。